にちは、エヴァチャンネルでーす。はい、はい、ロンでーす。デュです。で、今回はね、ルノーの、はい、ミニベロ。ミニベロ。こちらをね、ちょっと紹介していきます。はい。名前がね、マグネシウム8って言うんですよ。マグネシウム8。うん。もうマグネシウムって聞いた。マグネシウムなんですよね、これ実は。フレームがマグネシウム合金ってことですかね。軽さに特化したマグネシウム素材って書いてました。ああ、軽いですね。うん、これ軽いんです。軽いです、軽いです。8.7 キロ。あってな、うん。これ、見た目ね、アルミにしか見えないんですね。うん、アルミだったり、あと、このピカピカ、感じからすると、黒森だったりね、思われたりすると思うんですけど。まあ、マグネシウムもね、ちょっとアルミの仲間かもしれませんけどね。そうですね。マグネシウムっていうのが、合金っていうかね、うん、素材の中ですごい軽い。はい、今だったらパソコンだったり、うん、まあ、スマホのボディとかに使われることが多い素材なんですが、まあ、昔はね、加工が難しくて、全然使えなかった素材なんですが、うん、今最近やっぱり合金っていう感じで、アルミだったりいろんなものに混ぜて、軽く仕上げることができるようになって、加工もしやすいってことで、今、いろいろと出てきた中に、まあ、昔ね、自転車のマグネシウムフレームっていうのがあったんですけど、やっぱりそういう素材の難しさから一旦ね、なくなったんですが、まあ、こんな感じでまた復活できましたね。技術が上がったんでしょうかね。はい。で、まあこれね、色がね、ピカピカして綺麗ですけど、はい、マグネシウムをうまく加工してるやつでね、はい、もう似たようなやつでね、もう鉄をね、こういうメッキしてる自転車もあるんですよ。はい。これはね、もう重くて持てませんね。持てませんね、うん。それとは全然違います。これね、色、多分マグネシウムの色ではないです。多分、ね、塗装です。はいはいはい。塗装なんですけど。ね、中はね、多分ちょっと鈍い光したアルミみたいな感じなんでしょうけど。うん、まあ、持つ限り本当に軽いですね。軽いね。はい。うん、このルノーっていうブランドでね、はい、車の、まあ、ブランドで、まあ、この色やから、うん、まあ、ひょっとしたらもう、見た目だけの違うかって思う方もいますけど、違うんです。違います。本格的。結構、その、ルノーって言って、いろんなね、車メーカーの自転車は、みたいな感じで言われるんですが、うん、当店、結構このルノー、いろいろ扱ってるんですが、うん、はいはい、性能はね、かなりいいです。いいですね。まあ、そういう、はい、なんだろう、名前だけっていう感じではなく、製品の中のね、はい、コンポの選び方だったり、製品、設計であったりとか、いろいろ見てると、しっかり、その中の人かな、うん、設計している人が、自転車を分かっている方がやってくれてるっていうのが、僕らでも分かるような感じになってますので、そのあたり安心して買えるブランドの一つかなと思います。はい。はい。ちょっと細かいところ見ていきましょうか。はい。これマグネシウム8ですけどね。はい。この8がね、8段変速の8じゃないんで。はい。これは9段変速ですね。はい。あ、やっぱこう持ってこようとしたときにびっくりしました。軽いですね。で、これここがね、まずレバー。トリガーシフトタイプですね。うん、レバー、親指と人差し指で操作する。島のコンポ、はい、トラ使ってますね。グリップが結構いい感じで、ちょっと L5 デザイン。はい。ちょっと赤がね、うまいこと入ってくるのも、ちょっと。このメーカー、赤好きですね。そうですね。うん。ここ見えるかな、こことかね、ちょっともうちょっと近づいて。あ、ここですね。はい。コラムスペーサーに赤。で、ここ。ここですね。シートクランプも赤のアルマイト。はい、で、この赤がね、塗ったような赤じゃなくて、ちゃんとアルマイトっていうのがかっこいいですね。はい、ここもちょっと赤を入ったサドル使ってますね。はい。あ、ここもですわ。どこですか？ボトルのネジ。ここですね。ボトルケージのネジ。結構細かいところこだわってますね。はい。あと何見ましょうかね。クランクがね、もう軽量のね、アルミでカバー付きですね。これ結構アルミのカバー付きっていうのがいいですね。結構ね、うん、プラスチックのものが付いてくることが多いんですが、うん、しっかりしたアルミ製なので、ね、見た目もかっこいいしね。スマートでいいですよね。はいはい、で後ろ行くと、はい、これですね。はい。ね、空コンポ。まあ、ロードコンポが付いてくるっていうのもちょっといいところですね。すね、基本このあたりは、マウンテンバイクコンポだったり、そうですね。が多いんですけど、これに関しては、ロードコンポが付いてる。まあ、フラットロードの流れですね。そうですね。はい、で、ブレーキは V ではなく、キャリパー式。キャリパーですね。これもロードっぽい感じですね。はい、でタイヤ。あ、タイヤですね。タイヤサイズ。タイヤサイズ、こちら、なんぼかな。451ですけどね。451。ごめんなさいね。
あら、どこ行った？ 451、一家8分の1ですね。うん、はい。タイヤが入っていきます。うん、ですんで、これね、スピードを稼げます。稼げます。このオイルはね。え、次どこ、スタンド行きましょうか。行きましょうか。うん。こちら、スタンド。はい。下ろして。ずっと持っとく。さすがに、なんぼ軽いと言えど、ずっと持っとくはしんどいんで。スタンドですね。うん、これ、センタースタンド。標準装備です。ついてきます。もうちょっとこっちでごめんなさい。はい、こんな感じで。ついてます。はい。ですね。あとは、特徴は。まあ、ライザーかな。ハンドルですね。ハンドル、こういうやつ。ライザー、うん。ちょっとここが上にプッと上がる感じのハンドル。これがね、街中結構使いやすい。うん、そうですね。安定感のあるハンドルなので、はい、そのあたりがおすすめですね。はい。で、これはね、まあまあ、今見ましたけど、クランプね、上げ下げ楽にできるような感じの、そうですね。やつですね。ただまあ、サドルの盗難には気をつけてください。あと、その、はい、そのあたりもね、クランプ交換というのはできますので、はい、ここね、もう固定するやつに変えることもできます。はい。はい。まあ、この、今日はね、結構すんなり終わっちゃうんですけど、はい、これすんなり終わるっていうことはすごいシンプルで、はいはい、あのなんか変な構造も取ってないし、すごい使い勝手もいいです、うん、はい、で特徴としてはもうハンドルとフレーム素材、はい、その他はほんまに標準的なバイク、あのミニベロかなっていうことですね、はい、まあ、これはほんのこの軽さでね、お値段いきましょうか、うん、そうですね、あのカリカリで、あのお値段重たかったらちょっとしんどいんで、これはね、うん、安いです。安いですか。一応ね、このミニベロでね、軽い自転車言ったらコーダブルも出てますよね。そうですね、うん、まあポンポンも似てます。ああ、うん、確かに、ね、ポンポンも似てます。ロードポンポンなので、まあ、重さも似てますかね、はい、はいはい、まあ、フレーム形状も似てるっちゃ似てる、うん、これはまあまあ2種類ありますね、はい、ちょっと小さめと大きめ。はいはい。これはちょっと一手なんですよ。はい、一手なんですけど、まあまあ、誰でも乗れるサイズになってまして、うん、値段はね、はい、だいぶ安いです。まず定価教えてもらいます。定価がね、これもうね、値上げしてないんですよ。もう急定価。あ、78,540円。安いっすね。この時点でね、もうかなり安いです。安いです。おそっからまで頑張ってくれるのか。ちょっと言っちゃいますと、66,759円。7万円切ってる。これでこのクオリティはもうかなり、うん、そうです。マグネシウムフレームがついてくるっていうところがまず嬉しいところですね。うん、で、空球団。はい。はい。スタンド付き。スタンド付き。で、アルマイトパーツに。はい。オイルもね、まあまあ、もちろんノーブランド、オリジナル系ですけど、なかなかいいですよ。結構、ここのところね、よく回るし、うん。見た目もすっきりしてるし、はい、軽いし、軽いです。よく回ります。はい。これ結構おすすめしてますよね。はいはい、ルノーは本当にその名前で勘違いされる方も多いですけど、うん、はいはい、まあ、当店ね、結構置いてるんですよ。ただ、はい、あのいろんなね、バイク見たいから、これにしますっていう人も多いです。うん、あのいろんな、まあ有名メーカーですね、うん。見てから、やっぱりルノーがコスパ高いんじゃないかなっていうことで、うん、ほんで製品もいいんじゃないかっていうことで、うん、はい、選ばれるバイクではあるので、はい、そのあたり本当に、ルノーはもう安心して買えます、ね。買えます、はい、あの見てもらえれば分かります、はい、このバイクは。本当に。これ、ルノーのマグネシウム。マグネシウム8。名前がマグネシウムってつくだけでめちゃくちゃ嬉しいって、はい、ね。マグネシウム。一時めちゃくちゃ憧れましたけどね。うん、マグネシウムのフレームとかね、マウンテンバイクとかであったんですけど。まあ、それを強調してるかどうか知りませんけど。マグって書いてますよ、マグ。マグ。MG 見えますか？見えてます？あ、これですか。MG ですね。マグです。マグ。はい。マグフレーム。かっこいいな。ルノーのロゴも見ときますか？ルノー。あの、これはもう車と同じロゴになってるんじゃないですかね。前のヘッドバッジが結構かっこいいんですよね。ね、ちょっと立体的になってる、こういうダイヤモンド型、ね。これは車とは違うんですね。車はよく知らないんで。車こんな感じですよ。こんな、ね、一緒かな、はい、一緒なんですかね、はい。そうですね。はい。ルノーは。はい、はい、じゃあ今日こちらでこんな感じにしておきますか、はい、はい、じゃあ今回はルノーのマグネシウム8、はい、もう激軽の、ミニベロっていうことですね、うん、お財布にも軽くね、はいはい、してくれる商品ですので、これなかなか隠れた、ベストセラーですかね。そうですね。感じです、はいはい、ちょっと入ってくるのが少なかったですけどね、うん、今回もこれに関しては、うん、なので、はい、また
あの店頭に並んでるんで、はい、見てください。見てもらったらね、はい、いいと思います。はい、ということで、はい、エヴァチャンネルでした。ありがとうございます。